こんなふうに見えてます非常に視野が狭いんで、えー、歩くときとかです、ね、足元見て、正面見て、左右見て障害物とか人がいないか確認しながら歩いてます。と言ってもですね、あのー、視力自体は0.3、0.4と右、左ありますので、えー、人と接するときとかです、ねあのー、人の目を見ながら顔は分かります、視力があるんでね。それ 人の顔を見ながらコミュニケーションを取るっていうのは可能です。どういう病気かっていうと、網膜色素変性症って言います。約ね8000人に一人発症される遺伝性の病気です。さっき言った、えー、視野が狭くなるっていう病気と、えー、症状と、や山って言って暗いところ、あの会場今こんな感じですけど、僕ほとんど見えてない状態です。 まあ暗いところ昼間はですねあの普通に生活してるんでそこまで支障ないのかなと思いますけどこの病気もう一つ特徴があって将来目が見えなくなる病気って言われてます今残されてる視野が全部なくなっちゃって光というものを将来なくしてしまうっていう病気症状がありますこの症状に青春時代ですねやりたかったことだったりいろいろありましたけど何か やるたんびにどうせ目見えなくなるからって思うとどんどんやる気をそがれていきました夢だったりとかねやり,たやりたかったことあるんだけど目見えなくなったら何もできないんだって思ってました一つねあの野球がやりたい時期があって小学校5年生の頃がピークで、えー、よく学校行く前に朝お父さんと弟とキャッチボールしてましたもうボール投げるの飽きないぐらいもう球投げるの大好きでした 学校早く行きなさいって怒られましたけどそれでねいったある日ですねお父さんが家の近くの少年野球チームのコーチと話しつけてくれて僕と弟2人ですね練習参加させてもらえることになりました夕方の5時ぐらいからですねやり始めましたけど最初ランニングしてその後二2人1組でキャッチボールしてましたまだ見えます夕方6時になななりますほとんど見えなくなっちゃった 相手から帰ってくる球が見えなくなっちゃって、キャッチボールができなくなっちゃいました、次、守備練習に入りました、センター守ってましたけど、分かるのは、あっちの方でコーチがです、ねえー、バットをノックしてくれる、かキンって音と、飛んできた球がバウンドする音しか確認できませんでした、家に帰って、お父さん1回、お父さん一回だけ聞いてくれました、野球したいかって、したいやらせてできるよって、僕、言いました。 どうしても野球がやりたかったですでも今日お前できなかっただろうって言われましたいや今日は暗かったからできなかったんだよ朝だねキャッチボールできてるじゃんでできるできないっていうやり取りを繰り返しているうちに僕はん負けしちゃって泣き出しちゃいますよくあの目が理由で傷ついちゃうと布団にこもって号泣する子でした号泣して布団の中で神様によくこんなお願いしてました 僕の残りの人生半分上げていいから明日あの普通の目ちょうだいっていうお願い事をしていました健常者の人生くださいって朝起きますそんなことないんですね、何も変わらない身体障害っていうのは、ね、あの基本一生もので私の病気には治療法がありませんそういう傷つくことがあるたびに僕はこんな画面のように、ええ、薄暗い気持ちになってました。 それに拍車をかけてですね高校2年生から3年生にかけて視野が一気に狭まった時期がありますそれを機にですね高校3年生の時の死の相談でお父さんが盲学校に行けばって言ってくれました盲学校って皆さんご存知ですかねあの視覚障害者特別支援学校とも言いますけど目が悪い方でもですね学べる環境づくりをした学習施設になります私当時視覚障害者にこんな偏見を持ってました 僕のこの目の状態でもやりたいことできなかったのに全く見えてない人たちって何もできないんじゃないか隣に誰かついていてあげないと何もできないんじゃないかって思ってましたそんな学校に通ってしまったらもう自分の視覚障害を認めてしまうみたいで怖くて入れませんでしたただお父さんとかお母さんとかはですねあの将来の私の目を気遣ってここに入りなさい眼科の先生も 目がなくなる前に言っとくべきだよってここでアンマーマッサージしやすい針しきゅっていう目が見えなく人たちができる仕事の国家資格を受かってマッサージ師になりさなさいって言われてました当時クラスメート8人いましたけど僕が夜見えないのに対して昼間が見えないまぶしくて見えない けど夜は大丈夫だよ石橋君夜見えなかったら任せてって言ってくれる人がいました色の違いがわからない人がいました視野はあるけど視力が0.01って方もいました0.01って数字初めて聞きました中でも一人にあのびっくりした方がいて一人全,全く見えない人がいました全盲の生まれた時から全盲だったらしいですけどさっきねあの何か補助がないと やっていいけないんじゃないかって言いましたけどその人は校内を普通に徘徊してましたフリーハンドで杖もつかずにまあ慣れたらあの杖なくても廊下歩けるのかなって思ってましたけど、ね、歩いてきてすれ違いざまにね「おはよう石橋君」って言ってきました全く見え,ない見えてないです彼は見えてるのって言いましたけどなんで分かったかっていうと足音で分かるんだよって 目が見えない彼らにとって聴覚から入る耳から入る、ね、情報がすべてです足音とその人の声で判断してるよくよく、ね、あの興味すごいなと思っていろいろ話してたら普段家に帰って料理もするし一人で全く見えてないですよあと買い物にも出かけるって洗濯も身の回りのことは自分でできる会員で頑張ろうって言ってる人でした 授業中、パソコン使ってました。めちゃくちゃ早いです。ふと自分と比較します。僕当時、あの実家暮らしで家に帰ってきたら、勝手にお母さんが作ってくれた。美味しいご飯が出てきます。風呂入って洗濯も気が向いたらやってました。お母さんっていうか、まあ親に丸投げしてました。パソコンもね。当時そんなに使ってなかったから。ね、一般平均レベル以下でした。 この時点でもう完全に人間的に負けちゃったなって思いました全く目が見えてない人に視力がまだ残ってる人が負けて、えー、当時悔しい気持ちになりましたでもそれと同時にんだろう僕の今の状態でもまだできることがあったんじゃないかってできることを探そうとしてなかったんじゃないかって気づかされましたそれとねあの全く見えてない彼が 日常生活こんなに頑張ってるのを見て将来僕も目が見えなくなってもなんとか自分の努力次第で身の回りのことだけはできるようになるんじゃないかっていう心のスキーをもらいました彼らは人間的に学ばされましたいろいろそんな人間性だったり視覚障害の文化だったりを勉強しながら2年生の時にあ二年前ですねなんとか アママッサージシャツ紙ハリシキューシの、ね、国家資格を取って今ヘルスキーパーって仕事やってます会社の中の一部屋にベッドを置いて同じ会社の人たちをマッサージしてケアしてあげるっていうお仕事です終わった後みんないてくれますありがとう気持ちよかったよ楽になったよって今、えー、私はその人のために仕事頑張れてます学生時代に失いかけてた やりがいだったりとかをね今実感してます転職を視覚障害からもらいましたもう一つねえもらったものがありますあの小学校1年生の時に視覚障害が分かってそれと同時にねあのお父さんにあることをやらされました柔道をやらされました何でかっていうと目が見えなくなっても耐えられる心ハートを作ってえ見えなくなっても 人とか物にぶつかっても耐えられる頑丈な体を作りなさいって言われて柔道をやってましたっていう話を当時の盲学校の先生にしたら石橋君視覚障害者柔道って知ってるって視覚障害者同士の目が不自由の方同士の柔道ってあるんだよって初めて知りましたパラリンピック種目石橋君頑張ってみなよって言われて視覚障害者柔道をやることにしました 今は、えー、強化指定選手として、えー、ヘルスキーパーの仕事とて、えー、同時進行で頑張ってます、パラリンピック目指してます、僕にとってパラリンピックっていうのは、えー、今まで自分の目のことで悔しい思いした分ここでもし出場してメダル取れさえすれば、えー、なんだろう視覚障害があってもよかったなってその舞台に立てるんじゃないかって。 視覚障害に感謝できる日が来るんじゃないかっていう期待も込めて今頑張ってます。ぜひ視覚障あのパラリンピックですね皆さんモニター越しにでもいいんで、えー、応援していただけるとありがありがたいです。競技は選べなかったかもしれません、えー。視覚障害のことでめちゃくちゃ悩みました。何もできないんじゃないかそんなことないよって盲学校に入ってできることを教えてもらいました。 自分の境遇から今の現状でもできることを探してみてそこを伸ばしていくべきなんじゃないのって気づかされました嫌なことばっかりあったけどその嫌なのことから学んだことがたくさんありました嫌なことのいい面を視覚障害者たちのいいところを知らずにねもう自分の目嫌って言ってましたいざ知ってみるとあやれることあるんだなって 自分でも頑張れることあるんだなって救い,救いをもらいました勇気をもらいました将来目が見えなくなっても大丈夫ってもうはっきり言えますどうか皆さんも自分の嫌いな部分嫌いな部分のただ嫌うだけじゃなくてねあのプラスマイナスで見てもらって嫌いな中でも多分ポジティブな部分があると思います そこをどうにか探して、そこで初めて好きか嫌いかっていうのを判断してもらいたいと思います。そこから得られる見えてくるものもあるんで、ぜひ皆さん自分の境遇見つめ直してもら、見つめ直してください。ご清聴ありがとうございました。